リオのゲームのコインみたいだな。秘密の場所があって3分の2まだ3分の2なんですね。いらっしゃい。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが平井健くんです。いや、具志堅ですよ。あ、具志堅か。いい歌声聞かせてやろうか。あれ、挨拶でポップスター歌ってなかった。いや、長いだろ。いや、挨拶挨拶にしてはってことね。そう、あ、平井健の健は、うん、お菓子の片揚げポテトの肩かもしれない。平井健の健ってお菓子の片揚げポテトの肩なの？いや、わかんねえ。いやネットで調べないと。でも、ぽいな。じゃあ、合ってはいるんだ。盲点だったわ。いたわ、近くに。超有名人。近くというか。いや、近くはないけど。ということで、具志堅、はい、一緒に伝説作っていこう。おお、何あれか、サスケがナルトと。いや、ナルトかボルト。週末の谷でやった時の。いや、どこだよ、週末の谷。構えか。誰だよ、週末の谷。2022年12月31日、大晦日。はい、まだ年越してないんだというか、うーん、っていう感覚ではあるんだけど、この動画自体は年越してもある程度してんのかな、もしかしたら、うん、っていうところで、うん、まあ今までやれなかったやつだね。今日は、今日の動画はクワカブ神社。クワカブ神社ってなんだよ。たくさん祈願の神社。そう、そういう神社にロケしに行くのかな。ああ、だから建物全部口木で作ってますみたいな。いや、違います、やりたくてもやれなかった、動画になるんですが、昆虫ショップの福袋制作に密着します。おお、はい、まあ年末年始といえば、うん、まあ、福袋っていうのがまあやっぱ馴染みはあると思うんですけど、皆さんも、はいはい、まあ、洋服だったりとか、なんか家電とか、うん、まあ電化製品かな、うんうん、とか、なんかそういうイメージが僕的にはあるんですけど、やっぱクワガタカブトムシ界にも福袋は存在してて、はい、うん、クワガタをお得に買えるセットみたいな感じのやつがあって、それを今日12月31日にランバージャックっていう関東最大クラスの、昆虫ショップが、お世話になってるとこがあるんですけど、うん、そこが、制作をして、初売りの1月3日に福袋を売るっていうことで、うん、はい、今日ね、31日の多分8時かな、うん、まで営業してるの。あー、じゃあもう結構よ。そう、いつも通りな。いつも通り、うん、なんか31日ギリギリまで通常営業して、そっから福袋を作るらしいんですよ、はい、まあもしかしたらこうちょっとずつ進めてたりはするかもしれないけど、はいはい、だからまあ2022年12月31日の営業終了後に一気にこう福袋の準備をして初売りのタイミングで、売るらしいんで、うん、そこにちょっと密着できればなと思ってます。で、なるほど、その流れで僕も今回福袋を出させてもらうんで、お、そこも一緒に作っていこうかなみたいな。うーん、一通りを準備してて、はい、だから基本的にランバージャックに委託出させてもらってるんですけど、そこから、入れる子もいれば新しく持って行かせてもらう子もいてっていう感じで、うん、でもこの動画上がってる時はもう福袋の販売は終了してるから、うーん、まあ通常販売になってると思うんだけど、はい、逆も、はい、ランバージャックも、もしかしたらなんか年始割とかやってる可能性はあるけど、うん、そこら辺はぜひランバージャック遊びに行った時にチェックしてもらえたらと思います。はい、はい、なんで、まあ、僕の生態、福袋に入れさせてもらう生態とを持っていきつつ、福袋僕も作るんですけど、どんな感じで福袋作ってるのかというか、うん、やっぱこう慌ただしい、もう年末も年末に、まあ、そうっすね、ね、みんながこう忙しそうだな。そう、おせちとか、うん、こたつにくるまってとか、うん、まあこたつにくるまることはないか、まあこたつに入って入って、うん、みかん頬張りながら、うん、野球してるあの時間。なんで野球するんだよ。出すなよこたつを外によ。できないかな、コード長すぎるから。そう、まあみんながテレビとか見てね、うん、ゆっくりしてる間にもこう初売りに向けてせっせと頑張ってる姿っていうのは貴重だと思うんで、はいはい、これね絶対撮りたかったんだけど今までも、はいはいはい、やっぱコロナの影響で、うん、福袋販売みたいなのがこう盛大にやってなかったらしくて、うん、ランバー自体も、うんうん、だから今回がだからいつぶりだろうね、だから僕が YouTube 始めた1年目の時とかだから3年ぶりとかかな、うーん、がっつり福袋販売するらしいんで、はいはいはい、うん、去年とか2年前とかもこじんまりとはやってたらしい、なんか10袋ぐらいとか、うーん、み
みたいな感じ、うん、だからまあ別にそんなにこう大々的に福袋やりますっていうわけでもなく、まあ気持ち程度にみたいな、うーん、こうやっぱ新年一発目だから、はいはい、うん、っていうのでやってたらしいんだけど、今回は、だからコロナ禍前の状態にだいぶ近づいた福袋販売みたいな、盛大にやるみたいな感じで言ってたんで、うんうん、そこの慌ただしい風景をちょっと見守ってもらって、初売りとかが行われたっていうのを知ってもらおうと思います。はい、うん、だからまあ今まだね16時で、うん、時間的にははい、こっから営業終了時間になってお邪魔しようかなと思いますんで、うん、それまでしばらくお待ちください。はい、はい、じゃあ皆さん卵と茶碗の準備よろしいでしょうか。溶き卵かけかけられた。いやびちょびちょになる。はい、あれから卵5時間ほどかけさせてもらったんですけど、長いね、だいぶめっちゃ使っちゃった。びちょびちょだよ。ニワトリにも謝んないと。食べた方がいいから、ね、ダチョウとかにも協力してもらいまして。ああもうすごいな。はい、なんとか、はい、もう9時です。はい、夜9時。もうやっぱここに来るまでも車通りがほぼなくて、うん、普段とは全然違う感じだったんだけど、はい、それでもやっぱこう見てナンバージャックついて、はい、まだ光ってるんですよ。はい、閉まって1時間ぐらい経って、はい、ただもうねここ 見える、ちょっともう福袋をちょっとずつ出来上がってるというか、はい、うん、あるな。そうだから多分今準備してるんで、はい、だからそれと一緒にちょっとやっていきましょうか。はい、おはようございます。松木モナーがいらっしゃいました。お疲れ様です。なんで、はい、青イメージカラーです。いや違います。もらった服を着てます。僕があげた服ですか。なんで青くなっただけで。山口にもあげてください。入るかな。10年ぐらい同じ感じ。入るかな。山口店長の方がちょっと小ぶりなんで。いやそんなことないです。俺の方が小さいですよ。あ、もう福袋準備進めてる感じですか。結構もう出来上がってきてるのかな。そうですね。いろんなのが楽しみくるの。ここだ。アウト福袋限定10個。うん、うわすごいね。ここがいつも以上にすごい空いてる。うん、でまだもうちょっと作ってると思うんですけど、はい、多分ね、秘密の場所があって、あ、はい、そこ行く感じになるから、ちょっとそこ行こう。大丈夫ですか。うん、だからルートだけは明かせない。地下45階にあるから。すげえな。せーの、はい、着きました。はい、結構酸素薄いんですけど。45階だったら早いな、来るの。入っていきましょう。はい、失礼します。失礼します。あ、おはようございます。お疲れ様です。おはようございます。中村さんです。あ、お疲れ様です。すいません、お忙しい中すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。もう福袋は今、はい、そうですね、3分の2。まだ3分の2なんですね。うん、うわ、終わった。うわ、あ、でもう閉店してからすぐ。そうですね。あ、すごい。あ、これがその内容。もうこの内容です、今回の。あ、すごいな。1、2、3、4、5、6、7、8、8か。8種類。うわ、すごい。このうちの3分の2が今終わって、だいたいどれぐらいまでかかる見込み。あ、そうですか。はい、いや、もうあと頑張れば、はい、20分。おいなんかもっとせかせかしてる場所とかピリついてるシーンみたいなの撮りたかったんですけど、ちょっと遅かったか。僕らが来るの遅かったっす。確かに、逆にだから俺らも急がないとな、作るの。僕ら早くしないと。そうですね。あ、ここで今作ってる状態なんですね。いや、全然ピリついてないんで、もう。めちゃくちゃピリついてそうだな。何千匹入荷した時、はい、野外個体が入荷した時に比べたら、すごい平和。あ、そうなんですね。魔王倒した後の村みたいになってる。そ、忙しい。閉店後もね、総動員で働いて。はい。じゃあ、ちょっと俺も準備しようかな。はい。え、そしたらそっちでやります。あ、あっちでいいです。うん、いいですか。わかりました。じゃあちょっとあっち行くか。はい、またちょっと1階に戻りましょう。あ、ここ本当に45階。地下45階だから。地下45階なんだ。行きます。はいはいはい、ということで飛び出してきました。来るの早いね。酸素濃いね、ここ。いや本当に45階なんか。あれ
ちゃ寒かったし、地下45階いや、そ大丈夫、生体生きれる45階でいや、ちょっともう結構終盤に差し掛かってるみたいで、お店の福袋は終盤、うん、はい、まあでもああいう感じでやってるんだね、福袋を詰めてみんなで、はい、みんなでやって1時間で終わってない状態だから、ちょっと俺もパパパッとやっていきましょうか。ちょっとここをお借りしたんで、場所、はい、でいきましょう。はい、どうするかな、どれぐらい、ね、オーナー店長さんと話し合ったんですか。あ、まあ福袋とりあえず1万からぐらいの福袋でっていうので、やりましょうっていう感じだったんで、はい、店長、なんか一旦相談で、はい、一袋だけこれなんですよ、はい、まあ、幼虫と、まあ、成虫一匹みたいな、はい、でヘラクレスと、はい、あとスマトラ、はい、血統のやつとランダムみたいな感じ でとりあえずこれ多めに持ってきてるだけなんで、そうです、値段的には大丈夫ですか、ね、いや、全然いいんじゃないですか。大丈夫ですか。宇宙料取るかもしれないですね。おぉここが、お、どっちかですね。あー、おわ、ね、はい、そうと、サインがいる。はい、まあ、サインだけでも5億の価値がある。いや、無理だろ、ハリウッドで売れたんか5億だ今2対1だから、厳しい、消費税分ぐらいリアルだけど、でもそれでも高い高いよ、豪華で、スマトラがここと、もうランダム、これが1つ、あ、1から泉さん、はい、いいじゃん、よかった、作ってくれた、はい、僕らも急いで作らせてもらいます。ちなみにこれ1回見せた方がいいですよね、委託のところから入れるやつは。そうですね、じゃあ抜かないといけないんで、はい、ちょっとじゃあ先にそれから作らせてもらいます、はい、じゃあちょっと作ってまた声かけさせてもらいます。はい、はい、一通りチェックは大丈夫だったっていう、OK、うん、もらった、はい、よかった。じゃあとりあえず、めちゃめちゃ早かった、ね、委託と、はい、今日持ってきた子たちで福袋作ろうと思ってるから、はい、委託の子は一回こう、なんていうの、ショップに登録してもらってるみたいな感じだから、それを一回解除してもらうために、あ、まずその1万円福袋、ランダム福袋みたいなやつで、はい、まあ、パラワンかスマトラが入って、で他ランダムみたいな、うん、まあ、ランダム福袋のやつが、ここは結構基本委託の子だから、これからちょっと作っていきましょう。はい、どんぐらいになるかな。とりあえずね、パラワンとスマトラをメインの福袋になるから、はい、パラワンとスマトラがまずいるのかっていうやつなんですけど、これ見なかった時だよね。あ、でもだいぶ売れてるな。いや、ほんとありがとうございます。あ、購入してくれて、ありがとうございます。それが減ってきてるんだ。うん、あ、いた、パラワンがここに、こんな高いやつが2、あ、ここ3で、あれ、意外といない、スマトラが。あ、でもこれか、これ、とりあえずこのスマトラ、プロブスター以外の子、はい、まだもうちょいいた気するけど、買ってくださったのか。追加で別の子もにしようかな。この3つだったんですけど、あ、2つスマトラパラワンにしようと思ってたけど、はい、ありがたいことにパラワンが意外と売れてるんで、はい、ちょっと追加でオークワも、なんかオークワとパラワンとスマトラのどれかがまず入っててみたいにしました。うん、赤目か、なるほど、僕は。ここがメイン。ここがメイン。はい。1、2、3、4、5、6、7。7点。うん。いや、これちょっと作り直さないと。お。最初の福袋を、うん、密着。最初の作業。はい、書き直し。あ、もう。パラワンだけ入ってるってことですか。いや、パラワンとスマトラはのどっちかは確定でっていう感じで、はいはい、スマトラのムケットクロブスターじゃない子は確定でにしたかったんだけど、はいはい、ありがたいことに思ってた以上に買ってくださってたんで、はい、もう全部の中でランダムみたいな、うーん、感じにしようかな。はい、
これで9、10作りたい。はい。だから、あとは7、7でしょ。あと3、あと3で。はい。カスタード、はい、カスタードとカスタード、ホペか、ホペしましょう。ここがメイン。はい。スマクラ、ちょっと待ってよ、絞り出せ。でしょ。じゃあ、スマトラ、はい、スマトラ、はい、と一緒に入るやつ。はい。は1点かな。あと1点。結構むずいな。スマトラ好きな人ね。平田だと思うから。はい。カスタードまだいるのか。57。カスタード。めっちゃ取られてる。葛藤してるところが。メイキングの風が大葛藤してる。思った以上に。だからスマトラ、スマトラ俺大好きだから。はい。大好きな平田を入れるわ。なるほど。え、一緒に入ってんだ。11,000円。あ、むずい。これね、はい、大きめのパラワン、うん、大きめのパラワンと一緒に入るやつ、虹色と大王から、ちょっと小ぶりな大王、はい、黒めのパラワン。なるほどね、組み合わせを作っていってるんだ。大変や。大きめの虹色。あ、これめっちゃ綺麗じゃん。めちゃくちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だ、この緑。でかいし。こいつと、小ぶりな対馬平。うん。小ぶりのパラワン、次。に入る。大変だ。軸を作ってそれに合うやつを合わせてる感じ、うん、かな。あ、まあでもすごいですね。どんどん速くなってきてるような気がします。高めの奥はメタニジーロ。ここにも、お、立派。ちょっと明るい虹色だね。はい。62。もう、深虹色、かわいい平田、美山平田。はい。パラワンでしょ。パラワン、対馬か。パラワン、対馬。はい。野外個体からの純血を、たくさん置くわ。男子と、先島か、対馬。ほっぺね、はい、何しようか。あとはハスタート、ハスタート、国産奥は宮崎の奥は虹色。あ、白目はい。これさ、はい、俺待ち。ちょくちょく来るけど、もしかして。まあ、終わりかけてるかもしれない。てか、多分カスタート、まあ、これが多分一番時間かかるやつですよね。まあまあ、そうだよね、うん、その、三森さんの福袋はカスタート、まあまあ、焦ってもしょうがないんで。まあそう、ちゃんとね、うん、ちゃんとそこを選ばないと。そうっすね、値段に見合った組み合わせを。そう、結構先しまいるんだな。てか虹色、黒で、あとハスタート草の奥はちょっと、OK でしょ。ランダム OK、 はい、ブラックレスは全部 OK になる。で、スマトラだ。スマトラ、はい。ちょっと一回、はい、真剣モード入らせてもらいます。わかりました。ちょっと一旦まとめるまで、はい、一回移動しましょう。皆さん中指と親指の力よろしいでしょうか。思います。せーの、はい、はい。
とりあえず福袋に入れる用の子たちはいをこう持ってきました。はい、これを一回委託から取り消しにしてもらって、はい、入れていこうと思います。はい、よし、じゃあちょっと行ってみようか。はい、あっちまたちょっと地下45階行きます。はぁ、あ、大変だな。大変、チャリで行けるからいいけど。いや、なんで下るのにチャリ使うんだよ。はい、無事到着しまして。はい、あ、すいません、今、委託のやつ、はい、終わったんで聞いてもらっても大丈夫ですか。あ、わかります。あとちょっとこれが終わるんで、はい、あ、ちょっと見届けてもいいですか。はい、これがラスト、ラストの種類の福袋です。そうですね、こっち行くか。残しときました、撮影を。ありがとうございます。ありがとうございます。全部やってくれる、ありがたい。段取りがびっくりした。もうほぼほぼ終わってたから。やばい、7時間遅れてますよ。さすがだね。このみんな買いたいからね。あ、そうですよね。年末も年末ですもんね。12月31日ほう、見たいから。確かにな。あ、水苔とかも入る。なるほど、産卵マット。これはね、あんまり入れてもしょうがないから。他のものもうズバッと、はい、なるほど、ストレートになっちゃいました。もう産卵セットも一式、これ最近入ってきたことですもんね。前のね、はい、一応南米便のやつなんだけど、はい、ちょっと不明だったもんで。あ、なるほど、うん、スピーで出しづらかったんで。ああ、それで福袋のように、はい、あ、じゃあ何がもしかしたら違うかな。うん、一応はまあ、うん、多分この写真のやつ、フィルティペスまたはブエニクっていう、はい、種類じゃないかな。はい、うん、ああ、でも超ワクワク、ワクワク的なところも含めての福袋ですね、これは。すごい、これが福袋製作中ですね。ああ、三森さんと同じぐらい手際いいですね。いや、どこかだよ。これ美術館ぐらい立ち止まってる。手が動いてなかったの、確かに。こんなに良かったわ。でも半分ぐらいは家の子で決めてて、あ、決めるの難しいですね。そうだね、もう結構前から考えていかないと。はい、先にもう引いとくべきだったかもな。あ、なったやつも。この楽しみで初めて見ました、ね、ここ飼育用の、スライドさせて使える棚。資料館とかの多分バックヤードの方に届くんで。終わりました。おー、お疲れ様です。お疲れ様です。おー、すごい、これが福袋。はい、これでおしまいです。お、お疲れ様です。ちょっとじゃあよろしくお願いします。これをあとは閉めて、これが当日に一応ちょっと生存確認しないといけないので。まあ大丈夫だと思うけど、はい、万が一があるんで。ああ、そうですね、うん、3日後とかに入るってことですね。そうです。生体とか基本ここに保管してる感じなんですか。ここもと別の場所に、また別の場所に。ここはあくまでも、はい、まあ、今は家族だったけど、はい、ブリドルで。あ、またちょっと普通に洗ってことをやろうかと今テレビしました。あ、そうなんですね。わ、気になる。すごいね。はい、広いな、ランバージャッキ。広いっすね。よし、じゃあちょっと行くか。はい、店長先に一回上がっていったから行きましょう。はい、到着です。はい、これで完成。あー、わ、こんな風に。あー、すごいね、なんかマリオのゲームのコインみたいだな。いや、取りすぎたらさすがに根こそぎ抱えきれないんじゃないですか。ふぐ刺しみたいにこう指に引っ掛けて。さすがに、でもこんなにでもあると思わなかった。おーおー、
これで完了です。おお、お疲れ様です。はい、ああ、すごい、ここにあっという間にぶら下がって。あ、新種、3日4日のセールなんですか、他の種類も。あ、ここに並べさせてもらえるんですか。はい、わ、ありがとうございます。ここに高いやつは、お高いやつは。あ、わかりました。いいポジションですね。わ、このね、ありがとうございます。前もこれに入れさせてもらったな。おお、ちょっとこれをお願いしても。はい、はい、クロブスターテッドのなんか証明書みたいなやつがあります。6枚8あるかな。7枚。あ、私はついてる。あ、でもあの2点だけ残してるんで、多分。あ、じゃあいい。はい、すみません、ちょっとめちゃくちゃ、はい、超絶ウルトラ、はい、ミラクル残業よくないな。なんかかっこいいように言ってたけど。いや、本当にただの残業ですよ。本当に申し訳ないぐらい。日付変わっちゃいますよ、本当に。これは、あ、あ、なるほど、写真で。あ、すごい時代だ。いや、もう よかったです。これ店長にしかできない作業ですもんね。そうそう、うん、まあ他のスタッフさんでも。店長がもう早いも早い。しかし、待て、あと2時間。いやいや、伸びてるな。迫ってますよ、もう。だいぶ迫ってるね。いや、あなた関係ない。整体の、なんか、委託の取り消しをやってもらってるんじゃないんですか。本当に、恐れ多い。のんきだ。ピースなんかしてる場合じゃないよ、本当に。本当に恐れ多い。これはだから、ちょっと餌とかもあげて、はい、入れていくって感じで。はい、はい、ありがとうございます。本も入れる。はい、本も入れる。あの一番目玉のやつは確定で、あと2冊うちに余ってたんで1冊だけ、あ、どっかにランダムで入れさせてもらいます。大量に残ってるとありがたいことに、ありがたいことに結構もう結構減ってきてるみたいな。ランダムも何回か入れてくれてます。うちはね、はい、結局出版社から買わなかった。あ、そうなんですね。あの別のところで買った。あ、問屋さんから。あ、へえ。でもね、そうそう、たまたま付き合いの問屋さんが使ってたから。はい、お、ありがたい。別に買わないから。はい、理由は。あ、いや、ありがとうございます。3、4回仕入れたかな。おお、いや、ありがたい。問屋さんもね、なんか在庫切れしてて。おお、ありがたいですね。この福袋のやつさ、はい、一番初めに福袋を作らせてもらったの。はい、で、毎年やるかなっていうので、3年前に買った紙の。あー、ようやく使える。ようやく使えるようになって。もしよろしければ甘いものでも。はい、おー、え、ありがとうございます。ありがとうございます。こんなめちゃくちゃ迷惑かけてるのに。もうできたのは？こっちにあります。でもサインをまだ入れてないじゃあ、まあ、じゃあちょっと待ってます。あ、すいません。ちょっとゆっくりしててください。僕が言うのもなんですみんなで間違えそうだから。間違え、そういうね。マジショップとか、はい、俺ら買う側だからさ、福袋って、はい、そんな思ってなかったけどめっちゃ大変だよな。いや、まあでもそんな 1,2 時間で終わるスケジュール組んでないから大丈夫ですよ。ショップの人たちは1週間ぐらい準備してんじゃないですか。まあでもなんか構想だったりとかさ。まあまあ、それ確かにそれ全部やるのは大変です ね。手も動かしながら。当日も行きたいけどな。まあね、買ってるとこ見たいですけどね。3日はね、昼からライブだからね。だから4日、チャンスあればね。なるほど。様子見に行きたいけど、うん、店長がいないうちに伝えておきたいんだけどさ。はい、店長がなんすか。いないうちに。はい、まだ俺、サイン書いてないんだよ。どれにすか。この福袋用のやつ。え、10個10枚ですか。
あれ？いや、25枚ぐらい。え、でもあと家から持ってきたやつそのまま入れちゃえばいいんですよね。あ、いや、あれは普通に52のやつ。2022年で俺出禁になるかもしれない。収集か。10年の付き合い。長い付き合いだったけど。今日の動画で何だったっけ？密着できればみたいな。そうだよね。はい。全然違うな。6個作るとこ見れました。ランバージュ店長が6個作るとこ。確かに。こっちがメインみたいになっちゃった。こっからはでももうある程度固まってるから。はい。スムーズかも。ランダムが一番確かに難しそうでしたね。はい、すいません、お待ちしました。これでとりあえず福袋は完成です。はい。ここからサインを入れてやっていくんで、はい、うん、ちょっとしばらくお待ちください。はい。いよいよラストです。はい。直筆サイン色紙。うん。この福袋の目玉と言っても過言ではない。おまけもおまけ。牛いなかった。この時間にラストスパート頑張りましょう。そこはよっしゃ。あとは均等にソースね、入れるだけっすか。そうね。だからね、一応一番目玉のやつは、はい、もう飼育本にサイン書いてるやつだから、はい、それとあと残り10、うん、大体24袋、はいはい、のうち一つだけその飼育本うん、のやつがあるから、はいはい、だから合計23かな。おお、そう、まあちょっとラッキーみたいな、うんうん、飼育本も入ってるみたいな。はいはい。でこれ最近まんじゅう大帝国の竹内くんっていう、はい、芸人の友達が作ってくれたサイン、うん、これがめちゃくちゃ楽。へえ。ミモリって書いてるんだ。それでミモリって書いてんだ。そうそうそう。まあ今ちょっと説明する時間ないから、うん、あれだけど、そのパターンのやつもあるって感じかな。考察します。あとまあもうこういう感じで中にはメッセージ付きっていう。なるほど。感じにしました。じゃあ入れていきましょう。はい、頼むぞ、はい、あ、早速だった。え、これ飼育本入ってる。ああ、だからサインは出し。いってらっしゃい。元気でな。まあね、兵隊たちに向けても。そう。こっち頼むわ、みんな。たくさん可愛がってもらって。うん。よし、オッケー。はい。完成です。はい。店長に報告しましょう。ここは一旦後で片付けとして。はい。店長に報告します。はい。店長さん、はい、あと閉めるだけになりました。はい、すいません、お待ちしました。はい、お疲れ様でした。いや、こちらこそです、本当に。これを、上は閉じずにこれをつけていくって感じですか。いや、もう閉じちゃっていいですよ。うん、あ、わかりました。無事に届くといいね。1月3日からするね、うん、どうだろう、個人的にはどれが一番お得かな。ヘラクレスかな、結局。おお、トータルのでいうと、はいはいはい、まあ、幼虫がメインだからね、あれだけど。うんうん。とりあえずこっちはなんか買い得だな。おー、嬉しい。詰め込みました。ヘラクレスがでも一番お得だと思います、多分。おー、サイズ重なかったから。あー、はい、はい、確かに。まあでも基本多分ヘラクレス140中盤ぐらいがメインだと思います。うちの145以上、はい、おー、あと150アップ、はい、あ、でも僕は140前半の子もいます。今動画もさ、あ、はいはい、プレゼント企画のやつのキーワードもやってるからさ、うん、あー、そっか、ありましたね。すごいギリギリだな。全部いけますか、キーワード。あとキーワード5文字あるわ。パパパっていうかも。もう連投で、うん、まあやんないよりかはマシですから。いっか、じゃあ
ぶしきこの絶対売りするんですいや僕ぶしき福袋買いに来て声かけられたら即終了いやって企画やってよこっそり買えるか買えないか即終了そう声かけられたら視聴者の方に、はい、即終了即帰宅福袋買えずに帰るああ絶妙ですねちょっと楽しそうだよこれめちゃめちゃ顔分かるように来ちゃうかもあめっちゃ早上がりしようそうそうそうすぐ気づ、 いい気づかれるためにいや多分並んでる時でバレてるいやでも視聴者の人来るんじゃないですか告知はまだしてないですか一応動画で福袋を出しますっていうのはもう上がっててあ動画で上がって内容はまだ上がってる、うん、まあそれはツイッターで多分、うん、この動画上がるよりも前にやるかなとじゃあ一通り終わるまで待ちましょうかはいどんどん宮浜これは攻めるのはこれ正中のこっちはもうここは幼虫ですかでロンドン宮浜だけ正中でルックス年収ってなのかしかね中国のこの辺りかなウッディとロンドミヤマだけだと寂しいかなって気持ち程度もうすぐ品種交換しなさい状態ですかあウッディはそうなんですよだからもう今移し替えて変に暴れるのも怖いなとあれもこれ瓦これ瓦でやってますで他はマットですね、うん、最後の、うん、最後の一袋一番品物が多いやつですか単体が多いからちょっとアンバランスあ店長がやってくれるかもはいやってくれるかもっていうかやってくれてる見て年越すいやそうそうあれでも本当にちなみに11時以降は1000年以上だっけー南の帝王みたいなシステムだ今もう店長が全部閉めてくれてはいこういう感じでだってもう社長も帰っちゃったそんな帰っちゃっためちゃくちゃ賑わってたんですけど最初一人抜けされてこのセールのやつも6日から通常営業になるほど店長は1日2日は休みって感じですか1日2日休みですあ2日間まあ、つかの間の休みつかの間だね、うん、あ、ラストはい教えてくれてますウッディはもう1年ぐらい経ってるからあ今年羽化してく、今年ってか2023年に羽化してくるあ、あれだろうか結構重いパツパツ、パツパツだからうん魔物潜んでるぐらい締めてるもう一点物それどうなんだか二重にし確かに二重にした方がいいかなまあでももうかこう結構重いああ。こんないいとこまで用意してくださってはいおいや完成ですはいマジほとんど何もしてないこれ。まあしてはいましたけど。ちょっとだけ。はい。あとは場所かな。あ、ヘラクレス。結構あるね。こう見たら。多分だって前回多分ここに入りきるぐらいしか作ってなかったな。前回10とか。多分トータル10とかで。ああ、増えましたね。から何万か。うん、結構だけ。結構いい子高いの入れてるあ、そうですねなんか今回と似たような感じでなんかフルスタッフの余地があ、そうですねで、何万かみたいな年末って感じするわいやいやいや年越すけどそれあんま30分前に言わないですよ虫県は昼に取った寿司があるからなあ、これではい、ありがとうございますお疲れ様ですお疲れ様ですお疲れ様です、本当にありがとうございます。ありがとうございます。あとはまあ3日、だからこの動画はそれ以降になってると思うんで、はい。まあ一応福袋が3日から発売されて、一応まあ3日4日となんかセールみたいなやってるんですけど、はい。それのためにこの年末まあ超大晦日の時間に店長たちはこういう風に夜な夜な作業をしてるという状態になりました。はい。まあ、一番は僕が。うん。
遅れさせたっていうのが原因かもしれないですけど、はい、基本いつもはどれぐらいですか？ 10時ぐらいには全部仕上げて毎年帰ってた。そうだね、9時10時には終わって9時に帰る今23時半。そうね、だから2時間半店長多分車の中で年越す感じになりますよね。そうだね全然途中だね本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、なんでこういう風にいろんな人が頑張って福袋を作ってくださってるんで、はい、まあ、多分まあ来年もおそらくやるはずなんで、はい、うん、その時はぜひ気にかけてみてください。はい、はい、いや最後じゃあ店長さんも本当に今年1年もありがとうございました。こちらこそお世話になりました。また来年もよろしくお願いします。来年もよろしくお願いします。もう25分後よろしくお願いしますこんな感じで、はい、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。